日の出町駅は神奈川県横浜市中区日の出町にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK39。当駅は京急の前身である京浜電気鉄道と湘南電気鉄道が直通運転を実施するために横浜駅当駅を京浜電気鉄道、東駅小金町駅を湘南電気鉄道が建設した際の接続駅として 京浜電気鉄道の手により開業した。かつては急行停車駅であったが、1999年7月31日のダイヤ改正にて、本線の京急釜台南、津市線の新津市北の急行廃止以降は普通のみが停車していた。しかし、2010年5月16日のダイヤ改正にて、新設されたエアポート急行の停車駅となり、11年ぶりに、 有頭列車が停車するようになった。地名から取ったもの。1871年倉木郡大田村の町屋が整った場所に日の出町を設置した。町名の由来は仮名を取った随称地名である。有光町八両編成分の相対式ホーム二面二線を有する公開機である。改札口は一箇所であり、日の出町交差点側とバス停側に出ることが可能である。 ユニバーサルデザインの一環として、京急の多くの駅にエレベーターが設置される以前から、当駅にはエレベーターが設置されている。一番線ホームには、近隣の野毛山動物園の下車駅である旨を案内する柱があり、二番線ホームには、三浦半島のタイルアートが設置されている。横浜駅から当駅付近にかけて、制限速度40時速 70km の曲線が連続し、 通過する列車も減速しながら駅に進入する。曲線上にホームが設置されているため、下り線はホームと電車の間が広く開いている。そのため、車掌により注意喚起が行われる。加えて安全確認のため、下りホームにはとヘイアイズ表示等が設置されている。資金に場外馬券売り場、ウィンズ横浜がある。このため競馬開催日には、 ウィーンズ来場客で混雑し、上下ホームで複数の駅員が安全確認のために立証し、対応に当たる。ウィーンズ横浜から帰宅する旅客が増える夕方、前後には、改札前にて、横浜駅までの常備券のみを手売りする、臨時出発口が設けられる。2019年度の1日平均乗降人員は28,487人で、あり、京急線。 全72駅中24位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は、下表の通り。繁華街であり、伊勢崎町や野毛地区も近い。隣接する小金町駅にかけての高架下では2018年春、京急が飲食や宿泊、水上レジャーなどの機能を備えた複合施設を開業した。駅前にバスターミナルはなく、周辺に日の出町駅前、 日の出町一丁目バス停がある。横浜市営バス及び富士エクスプレスの路線が発着する。2019年12月までは、江ノ電バスも乗り入れていた。なお、日の出町駅前、日の出町一丁目は同一のバス停である。もともと、横浜市電時代は、日の出町一丁目だったのを、市営バスが先行して、日の出町駅前に解消。 江ノ電バスも2008年7月1日から、日の出町駅前となった。京浜急行電鉄本線開得、特急通貨屋ポート急行横浜駅、日の出町駅井戸ヶ谷駅普通小部駅、日の出町駅小金町駅神奈川県県西洋欄。ありがとうございます。